じゃあ、無限 YouTube、今日も、神の大地物語をやっていきたいと思います。前回、神の大地物語の中学編で、陸上の部分に特化してお話をさせてもらったので、今日は、中学校の陸上以外の部分を、お話しして、皆さんに知ってもらえればなと思います。それでは、質問へ、どうぞ。身長は、143センチで入学して、卒業時は152センチでした。で、体重は30キロで入学して、で、卒業時が35キロでした。持久走は得意でしたし、あと反復横跳びと、上体起こしが得意でした。で、苦手だったのが握力で、僕データを見たんですけど、握力はなんと、12でした。12ってやばいですよね。12って、なんか、握力僕、なんか今もそうなんですけど、こう、力の入れ方が僕わかんないんですよ。なんかフィジカルトレーニングとかでこういうのとかやってたりするときでももう、握力が疲れちゃって、握力多分今でも多分僕20ぐらいしかないです。なんかでも、これっていうのはなかったですけど、その勉強は、こう努力すると、結構なんかコツがつかめるというか、なんか数学とかも最初はわけわかんねえなってなるんですけど、何問か解いたりしていくと、あ、こうやって解いていけばいいんだなっていう感じで、勉強の魅力にこうなんかハマっていく感じがあったんで、なんかまあ共通して、まあどれとの科目も一緒だとは思うんですけど、なんか勉強もしっかりやると必ずコツがつかめる瞬間が来ると思います。ないでしょ。おる？みんなおるの？僕は記憶にはないですね。通ってました。僕はね、頑張る君を応援します。野田塾っていうところに通ってました。塾に入るのにテストがあるっていう。はい、それをまあ僕はギリギリ入って、塾なのにクラスが、一学年のクラスが6クラスぐらいあって、1から6ぐらいあって、僕は一番下のクラスでずっとやってました。あ、しかも、野田塾通ってて、一番下のクラスだったんですけど、一番クラス下のクラスの中での一番下すぎて、同じ野田塾の個別指導部っていうのがあるんですけど、個別指導塾にも通えって言われて、そっちでも通ってました。週5で塾行ったんです、僕。だから授業があるのは週3なんですよ。週3で授業があって、1個は、授業じゃなくて、その課題とかをやりに来ると、大学生が、質問とかにこう答えてくれて教えてくれるから、そういうクラスを開放してる日みたいな感じで、僕はなんかそれも絶対来いみたいな、頭悪すぎて来いみたいな感じで行ってて、で、それプラス個別指導部に行ってたんで、週5で僕塾してたんですよ。いやー、なんかやっぱその塾に行ってたんで、めちゃめちゃそのテストの点数が悪かったっていう経験はあんまりなくて、まあまあそこそこ。クラスでも、まあ、そこそこぐらいの、勉強ができてたと思うんで、まあ、なんだろうな、特別その、親にやれとか言われなかったですけど、その塾の先生からの圧力の方が強かったですね。学級委員はめちゃめちゃしてましたね。僕、立候補する派なんで、毎回立候補して学級委員やってて、だいたい学級委員って立候補する人ってあんまりいなくて、2人とか3人ぐらいしか立候補しなくて、だいたいそれで投票になるんですけど、僕はいつも勝って、はい、頭良くないんですけど、何で学級委員やってたんだろうな。それちょっとこう、目立つたがり屋だったのかな。なんか、体育祭とかでも、騎手みたいなのをこう、立候補してやったり。はい。中学校時代後悔したことはないです。僕は後悔のない人生を送ってきたということです。やっぱりクラスメイトとか学校の友達と過ごす毎日が僕の思い出です。文化祭はなんかみんな一緒か？わかんないけど曲をみんな歌う一緒か？文化祭ってみんなそうか？曲を歌って一番決めるやつで、僕はその何事にも負けず嫌いな気持ちがあったんで、そういうのもなんか負けたくないっていう思いがあって、で、なんか課題、その与えられる曲が、僕ら中学で6クラスあったんですけど、6クラスあって6曲こうバーって選曲されて、で、なんか A 組は
何がいいですか、 B 組何がいいですかって、かぶったらなんか抽選みたいな感じで、まずその曲決めであのバトルがあるんですよ。で、中学3年生の時かな、だから緑っていうなんか曲があるんですけど、僕らそれで結構難しかったのを覚えてますね。はい、緑みたいな、緑みたいな感じ、確かそんな感じだった30人30脚みたいな、なんかこう全員でクラス全員でやるやつがあって、あの僕あの体重が軽かったのもあって、なんか周りにその大きい子にほぼもう担がれて、もう僕足ついてないんじゃねえかぐらいの感じで周りにサポートしてもらって、はい、やってたっていう思い出がありますね。あとはなんかやっぱ大縄跳びとか、クラス対抗の大縄跳びとかあって、はい、そういうのもすごい僕は好きでしたね。なんかみんなでやっぱり目標に向かってやって、それを達成できた時の喜びっていうのはなんか何にも変えられない思いというかがあったんで、はい。これってパッと出てこないってことは多分テレビ見てないってことだと思うんで、はい、テレビを見ずに勉強しようっていうことだと思います。中学校1年生から携帯を持ってました。なんかこうあのガラケーの、 あの僕一番最初はあの P なんとかっていうドコモのやつで、ポチッと押すとパカッて開くやつがありますねそれを僕は使ってました。はい、初めてのメールアドレスなんだろうそれ、初めてのメールアドレス、いやそれは覚えてないね。覚えてる人いる？秘密ですはいましたね。中学校の時は3年間で2人かなあれ、あ、まあ3人か、最後の方にちょっと付き合った3人です。僕土日とかもなんか野球とかやってたんで、あんまりそのデートとかに行った記憶はないんですけど、僕の津島市と吉津屋っていうのがありまして、吉津屋に映画館があるんですよ、東宝シネマ津島っていう、はい、映画は見に行った記憶がありますね。はい、学校とかで話しながらもうこ夜帰って、またこうメールとかでこうね、なかなかメールが来なくてこう問い合わせして、ミー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 ってなってこう一挙みたいな、それがなんかよかったんじゃないですか。はい、うーん、今できることね、ちょっとなかったですまあだから中学校の時にそんなに自慢できることがなくても、ね、これから長い人生いっぱいあるんで、この自分の中で誇れるものっていうのは必ずその先に見つけられると思うんで、僕自身も中学校で今振り返っても自慢できることは特にないので、はい、逆に今なんかは箱根駅伝入賞とか、全国で区間賞になって区間新記録を出しましたとかは僕の、まあ、自慢なんで、はい、中学校じゃなくてもその先の人生で必ずできると思うので、はい、大丈夫です。まあカラオケとかですかね。僕カラオケは行ってましたね。月曜日だけは部活がないんですよ。月曜日カラオケ友達と行ったりはしてましたね。趣味も学校でみんなと話すして楽しむことが趣味じゃないですか。趣味じゃないか。それが楽しかったっていうね。中学校の時って、ただ勉強とかでも自分ができないでできる子がいるとか、また自分ができたりできないとか、まあ、もちろんあったり、まあ、スポーツでもこう自分よりも上手い人がいてとか、自分は全然ダメだなっていう、なんかそういういろいろスポーツでも勉強でもあると思うんですけど、中学校の時よりもこれからの人生の方が僕は大事だと思うんで、決してその今みんなから遅れてるから自分はダメだっていうふうに思わずに、
どんなことに対しても努力を前向きに続ければ必ずその結果っていうのは結びついてくると思うので、今のその中学生の自分で将来をこう決めるんではなくて、もっとこう前向きな思いで頑張っていくと必ずいい人生っていうのがこれから来ると思うので、自分はダメだなって思ってる人も前向きに努力する姿勢を持って生活してほしいと思います。